公明党の山口那津男代表は10月21日午前、東京都新宿区の党本部で開かれた中央幹事会で挨拶し、鳩山由紀夫前首相の資金管理団体の献金偽装事件をめぐり、鳩山氏が内と国会答弁した会計資料などのコピーを実際には同氏側が保管していたとの報道に言及。さらに山口代表は今年4月の党首討論での山口代表の追及に対し、鳩山氏が前言を翻して裁判所に提出した資料の国会提出を拒否したことに触れ、そうした誠実な対応がないならば前首相が再三にわたって国会で虚偽の答弁をしたということになるわけでありまして、この点は極めて重大な問題を含むと思いますと指摘。また民主党と鳩山氏側の報告内容によっては、詳細の裏付けを持った国会での事情作用の発揮を求めると、こういう事態になりかねないと述べ、鳩山氏の証人喚問を要求する可能性があるとの考えを示しました。公明党の井上義久幹事長は10月22日午前、国会内で記者会見し、政府が参加を検討する考えを示している環太平洋戦略的経済連携協定 TPP について次のように述べました。この TPP はですね、関税撤廃について例外を認めないということが、前提になっているということになりますと、いわゆるこの農業に極めて深刻な影響を与えるということになるわけで、そうするとこれまでの国際交渉で積み上げてきたですね、この農業の持っている多面的機能を評価するとか、あるいは生物多様性とか、あるいは食料安全保障といったようなですね、これまで積み上げてきたそういう考え方との整合性が取れるのかどうか、非常に問題があります。そういう意味では極めて慎重に対応しなければいけないし、関税撤廃の例外を認めないという前提であればですね、私は参加すべきではないというふうに思っております。公明党の山口那津男代表は10月25日午前、都内で記者団の質問に答え、民主党の鳩山由紀夫前首相が政界引退の方針を事実上撤回したことについて次のように批判しました。いやしくも前総理の立場の人がその自らの進退について、言ったことを撤回する、翻すというのは非常に国民の信頼を損なうものと思います。前言を撤回をして政治活動を続けるということが、その民主党に役に立つどころか、かえって、国民の不信を増加させてしまうということになるのではないでしょうか。その点の自覚が乏しいと私の言い方はないと思います。10月25日に行われた参院予算委員会で質問に立った公明党の草川昭三副代表は、24日投開票の衆院北海道5区補欠選挙で民主党候補が敗北した原因について、国民の政治家と金の問題に対する視線というのが大変厳しいものであったのではないかと指摘し、民主党政権の猛省を促しました。それに対し菅直人首相は、政治と金の問題も私は有権者の判断の一つの大きな判断であったであろうと、と認め、公明党が提案している政治家の監督責任を強化する政治資金規正法改正などの再発防止策を前向きに議論したいと述べました。公明党の山口那津男代表は10月25日東京都内の株式会社東京証券取引所を視察し、斉藤社長らと日本経済と世界の株式市場の動向について意見を交わしました。
石上斉藤社長らはデフレ脱却へ向けて活発な活動をしなければ経済全体が伸び悩み国民の不安を解消することはできないと指摘し、国内外の投資を呼び込む規制緩和や金融緩和策の必要性を訴えました。これに対し山口代表は、国際競争に打ち勝つ日本の新たな競争力を創造することが重要だと述べ、党の経済対策に反映させていく考えを示しました。公明党の山口代表は10月26日、来日中のインドのマンモハン新首相と都内で会談しました。新首相は、経済連携協定の締結については非常に画期的であり、両国の新たな関係を作る基礎として大きな突破口になると期待を寄せました。これに対し山口代表は、今回の協定締結を契機に経済のさらなる発展に結びつけていきたいと応じました。また山口代表は、インドが核兵器を保有しながら核拡散防止条約に加盟していないことを踏まえ、世界的に核廃絶への機運は高まっており、インドの核不拡散への約束と行動に期待していると述べました。公明党の山口那津男代表は10月26日午前、国会内で記者会見し、民主党の小沢一郎元代表の国会招致問題で、民主党が同氏に衆院政治倫理審査会への出席を要請する方針を野党側に伝えたことについて、次のような考えを示しました。まず民主党内、小沢さんの意思もしっかり確認した上で、きちんとした回答をもたらすべきだと思います。まだそこは必ずしも明確にはなっていないのではないでしょうか。これは公明党としては承認関係を行えるというのが、承認関門が実現しない場合、29日にも提出される今年度補正予算案の国会審議への影響に関しては、次のように述べました。むしろこの政治とお金の課題、そして具体的な承認関門との提案について対応を拒否しているのは与党の、それで与党の側の言い分だけを利用しようということの方が、あまりにも政治力の保障を主義に加わっています。